横山です。今回ですね、パフォーメーターサミット最終章は治療編ですね。この後にあの山口さんというね、パスガードフィットネスでおなじみのってあの皆さんも見たことないんですけど、パスガードフィットネスっていう YouTube チャンネルをやられている山口さん、僕の仲良しのトレーナーさんなんですが、彼はですね、左肩があのホットエッシュというですね、もうあの、まあ、関節が切開化しちゃってるっていうことで、もう肩がここまでしか上がらないっていうトレーナーさんのエコーですね、大内先生の講義の時にエコーを取らせてもらって、そこのエコーを通すと、その後にあの靴脱ぎ先生、健康 TV でも何度かご出演いただいてますけども、靴脱ぎ先生に実際に治療を受けた様子で、そのインタビューの様子なんかをご覧いただきたいなと思いますので、それでは早速続きの動画をご覧ください。はい、こんにちは、はい、健康 TV の山口です。今日からね、あの僕も健康 TV のメンバーの一員としてね、だいぶそれおでこしか撮ってないでしょ。そんなことないよ、そんなことない。ワークインに来た撮り方だよ。よくわかるっていうことでね、メンバー加入することになったんですけれども、今から、まあ、今何人ぐらい3600人ということで、まあ僕入って多分3500人ぐらいまでなるから。ヘルヤ山口さん、何をメインに語るんですか。何かな、強くなる方法でしょ。強くなる ちょっと俺の思ってたのと違った、はい、そうですね。こうブースとかってさ、いろんな商品並んでるのかな、そうですね、100人ぐらい減りそうやな、本当に。頑張っていきましょう、はい、じゃあよろしくお願いします。今日何しに来たんですか。今日何しに来たんですか。遊びに来ました。これ公開されるからね。ちょっとこれでいくと感じないです。左肩どうされたんですか。何かね、もうぶっ壊れてるんですけど、呪いか今からあの呪いで、なんだっけ、エコーでどのぐらい壊れてるかをチェックしていただけるということで、先生、光栄です。コッティでしか、え、コッティです。コッティし、なんでおでこ取ってんのよ。できない極上筋とか見られます。そうですね、はい、じゃあ極上筋見るときはですね、さっき先生のお話あったように、もうちょっと浅く腰掛けてもらって、ちょっとですね、背中に手を入れるような感じ で、そうすると、まあ、極上筋この辺り走ってますので、ここですね、ここら辺にポンと当ててみてください。ここに見えてるのは健康なんですね。で、こっちの方が、大結節が見えてくるはずなので、そのままちょっと前、前方に行きましょう。前方に、そうですね、そうするとこれ腱板なんですよ。ここが今大、おそらくちょっとですね、角度が違うんです。こうですね、これ極小筋のあたりだな。これが、これが骨頭です。で、ここが大結節になるんです。で、今平らなので、多分これ極小筋のあたりを見られてると思います。これからずっと内側に行くと、腱板薄いですね。まあ、骨頭が死んでますよ。腕悪いんですか。骨頭です。そうなんですね。それはあまりあの練習には向かないかと思いますね。すごく鍵盤薄いなと思ってたんで、正常みたいな。その後に正常な人がどうなってるかって見ると、ここが鍵盤なんですよ。で、大結節骨頭で、本当は大結節がもっと前の方に来るとボコンとなるんですけど、ちょっとなだらかなので、あ、でもこの辺りちょっとあれですけど、少し正常ではないのと、あとはまあ鍵盤がとにかく薄いっていうのが分かりますね。このぐらいの厚さしかないので、これ1センチですから5ミリないんです。実際エコーはあの距離も測れるので、こうやって見ると、大体3ミリぐらいしかないと分かります。通常何ミリぐらいですか。5ミリ以上はありますね。まあ、個人差ありますけれども、なのでちょっとあの練習にはやっぱり正常な方から見た方がいいかなと思って。切れてないですね。切れてはいないんじゃないですかね。一応見えてはいたので、ここですね。全然違う。全然違う。ここが、すいません、ここが大結節で、こっちが骨頭で、骨頭の上にはやっぱり軟骨があるんですね。で、大結節の上にはないで、ここが腱板になっていて、全然違う。ごめんなさい、全然違う。
全然先ほどより厚みがありますよね、うん、この鍵盤が、これが大結節骨頭で、ここに鍵盤がある感じで、厚みがさっき3ミリだったんですけど、こちらの方だと5ミリぐらいやっぱりある形になりますので、明らかに厚いというのは分かったと思います。はい、じゃあ講師の久住先生にお願いします。はい、よろしくお願いします。久住先生は以前健康 TV にもね、何度かご出演いただいてますけど、ホームベダーサミットは今回初めての。そうですね、ご出演いただいて、はい、いかがでしたか。ホームベダーサミットですね、今ちょっと真っ白な感じなんですけどもやりきったなというかですね、はい、参加されている方があのトレーナーの方ということで、はいはい、特に、まあ、トレーナーが身につけるべき修行法でいいのかというところをお伝えしたんですけども、特に修行法対運動療法みたいな解析に捉える方が中にはおられる、はい、考えるんですけども、もうそうじゃなくて、動きの回復段階の支援方法の違いだというところを強調して、はい、車で言ったら1速、2速、3速みたいなものになるということをですね、お伝えして、それで、馴染んでいただくというんですかね、もうちょっと敷居を下げるというか、でまたそういう対策にも捉える考えがあるし、中学校で難しく教えるというんですかね、精密な高度だという感じで、それは高度は高度でいいんですけども、もっと身近に感じてもらえるような形で、ご紹介させていただきました。5年も新しい薬膳のことを知らないような方がたくさん受けてくださいましたね。なんか初めて受けますみたいな、ね、はい、初めての方が結構多かったですね。握手から始まって、そうですね、電話で握手から始まってですね、身近な創作な守備力の基本を結びつけていくっていう感じで、何でもいいけどどうでもよくない、ああそれ言ってきました、はい、ちゃんと押さえておきました、この名言でございます。おっしゃってましたね、それだけしかないですでもこのインタビューの後に今ねカメラを持ってくれて山口さんの、はい、治療風景をちょっとダイジェスト形式で流させてもらおうと思うんですけど、まあ、山口さんね、左肩がほっといいし、前世であれことしたんでしょうけど、そうです、本当にこれぐらいでしょうね、うん、どうですか受けて。もう痛みはもう噂はかねがね聞いていたのであったんですけど、まあ、それをちょっと超える痛みだったんですけどもでも本当やっていただいた時間ってどのぐらいなんですかね。15分ぐらいじゃないですけども、この20年では一番可動域が広がりましたね、腕が。これ本当にびっくりしました。まあ、僕も知り合って6年ぐらいですけど、そうですね、6年間で一番動いてるのがいや、本当ですね、はい、動いてるのがすごいな、まあ、ぜひこの後の動画を、ね、見ていただいて、はい、今はあれですかね、あんまりこうオフラインのセミナーはやってないですか、東京とかで。あ、そう、今年はもう何も言わなくて、はい、でも、まあ、来年以降があるっていうのと、はい、あの呼ばれたらいつでも出ていけるようにしたいなと、はい、呼んでいただいたらもう自分からこう進んで企画するとかあんまりないもんですから、呼ばれていくって感じですんで、お待ちしています、声掛けを。そういうセミナーの情報とか、草木先生はどの辺から受け取れるんですか。前もやっぱ主催者つながっとかないとあれですかね。あ、そうですね。あとは自分の Facebook でアップしてるんで、これやりますって形ではお伝えしてるんですけど、はい、前回もあの同じようなことを質問いただいて、ずっと固まってた記憶があります。そうそれが全然太いですねみたいな感じで、ちょっとフラッシュバックで有名になりました。なんで、まあ、草木先生は Facebook の申請を友達にしたら友達になってくれるかさがくださると思うので、良ければぜひ見ていただけると嬉しいなと思います。すいません先生、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでね、じゃあ受講生の皆さんにインタビューさせていただきたいなと思います。すいません、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あの健康 TV 普段めちゃくださってると、はい、ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。普段はどういった活動をされてるんですか。フィットネスクラブでトレーナーをしていて、はい、まあ、パーソナル指導、まあ、グループレッスン、グループレッスンじゃないですか。そうですね、はい、またまただ施設管理がメインになっているので、今はもうコロナ対策、コロナ対策、はい、楽しんでおります。どうですか。あ、僕は大学の方で、はい、体育大学の方で、学生にストレングスをメインにちょっと指導を、はい、ストレングスコーチなんって言いたい、言わせていただけます。ね、はい、どうですか今日。ホームベダーサミット自体。これが今年が初めてですね。初めてです。はい。はい、いつもは他の健康 TV で勉強をしてありがとうございます。本当のこの実際にオンラインというか、ね、動画での答えやたいと。なんで健康 TV から杉山カンラボの方もね。お。そうですね。
はい、来ていただいて、ただ間に合わなかった。そうです、あの僕一応ちょっと間違えて入っちゃうっていう失態をちょっと犯してるんです。どうですか、青森さん参加してみて。まあ、やっぱりそのオフラインならではのいいところというか、汗だくですね。そうなんですよ、もう本当にいい刺激になって、心も体も刺激が入って、まあ、この役に立ちそうですね。いや本当にオフラインでの多分セミナー実技で受けるっていうのは今回初めてだったので、まあ、これを機にやっぱりいろんな出ていかないとダメだなっていうのを改めて感じました。いやぜひね、ぜひじゃあ健康 TV でもオフラインでやりましょうかね。そうですね、はい、ぜひやりましょう。はい、というわけで、すみません、お忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、というわけでね、ホームメーターサミットの様子を全3回にわたってご覧いただきました。まあ、3回とも見てね、この最後のエンディングまで見てくださってるあなたはですね、まあ、まず間違いなくあの健康 TV のヘビー視聴者なんじゃないかなと思います。で、実際にあの会場であの声をかけてくださった皆さんとか、まあね、僕なんかも写真撮りたいですなんて言ってくださった皆さん、本当にありがとうございました。1年前はですね、まだ130人ぐらいの登録者で、お前誰なみたいな空気も結構あったと思うんですけど、今年はあの結構皆さんウェルカムな感じでやらせていただいて、僕もとても嬉しかったですし、またこうこれからね、健康 TV 頑張ってやっていこうというモチベーションもつながりました。本当にありがとうございます。なんか言おうと思ったんですけどね、あ、そうそう、なんかね、健康 TV を見てサミット参加しましたとか、なんか今夜さんが動画で紹介してたセミナーに行ってみましたとか、なんかそういう風なことを言っていただいてね、本当に嬉しく思いますので、まあだからこそ僕らも、僕も坂さんもね、変な情報とか出したくないですし、僕らが本当にお勧めしている情報とか、技術とか、まあ、そういうのをこれからね、動画に出していきたいなと思いますので、引き続き健康 TV をよろしくお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。じゃあね。